マンセン戦隊キラメージャーの制作発表会を見て感想なんですけども、まず池川っていうかイケメン。ちょっと豪快じゃにも似てるよね。またキャストもいいよね。顔が小さい。イケメン。声が可愛いイケメン。足が綺麗この男性キャスト陣のクラスでも違うグループからそれぞれイケメン選びました感がいい。TTFC 限定パートでも見たんだけども、周りの4人がしっかりしてる分、こう最年少でレッドの小宮ん 彼がししっっかり成長でききればいいいいなと思うし見守っていきたいこう中でもキャラクターの関係性が気になるところで男3の女にこれからきらめく1人とすでにきらめいている4人陸陸陸に空空そこにマシンが5体で組み合わせのバリエーションがすごく豊富正直どこからどう見てもご恩者なんだけどもいいよねご恩者 そしてロボがイケロボ。どんどん大きくなれ。すごく個人的な好みの話をさせてもらうと、眩しいな役が野川瑞穂さんということと、主題歌が大西洋平さんということがすごく嬉しい。スーパー戦隊は時代の節目節目でしっかり新しいものを見せてくれるから、今年も何を見せてくれるのか、今から楽しみです。